今日も元気に地下コロニーを開発していこう。イリグーノの開拓任務についていた私とカミーユが今戻ってきたよ。イリグーノの開拓は思いのほか時間がかかったな。足りない資源が出てきて何度も往復していたからね。イリグーノの開拓が終わったということは、水がどんどんカード2に送られてくるということ。つまり液体酸素と液体水素の材料がやってくるということだ。これで水素エンジンロケットの開発が進みそうだね。ちなみにイリグーノの管理人になったリーゼンパー君には、日常的に岩を砕く仕事をやってもらうことにしたぜ。アフリカの刑務作業かな。それじゃあグダグダやってないで、さっさと水素エンジンロケットの開発に取り掛かるか。それじゃあまずはロケット発射台を建設するぜ。次世代型主力ロケットなのに隅っこに追いやられてかわいそう。ニュートロニウムがエンジンの熱を滅却してくれるから都合がいいんだよ。そして水素と酸素を冷やす機構を設計しました。はしょったなぁ。まあ前回の地下生活で作ったしな。割愛させてもらったぜ。ただ、前回問題になった、冷やしすぎて酸素と水素が固体化する問題を回避するような設計にしてあるぜ。固体化したらロケットへの供給がストップするからね。ロケット発射台ができたから、水素エンジンを建設する指示を出すぜ。水素エンジンはどんな性能なの？水素エンジンはエンジンの出力が全エンジン中最も高く、55となっている。ちなみに現在使っている石油エンジンの出力は48だ。劇的に数値が大きくなったわけじゃないのか。あと建造できるロケットのサイズは石油エンジンロケットと同じだ。そこは変わらないの？でかすぎると着陸の時に惑星からはみ出るから困るだろ。そういえば天井からはみ出ると着陸できないんだった。私は水素エンジンよりも液体酸化剤タンクに期待しているぜ。なんか小さな酸化剤タンクだね。大型酸化剤タンクの 0.4 倍の大きさだが、これで大型酸化剤タンクの代わりになる。これでロケットのスペースを節約できるから、新しいモジュールをなんか搭載できるというわけだぜ。より多機能なロケットが作れるというわけか。それじゃあ建築の方は裏でちまちま進めておくぜ。シュラブエルで動きがあったぜ。休眠中だったアルミ火山が活動を再開した。おお、溶けたアルミが出てきたよ。火山のある空間は真空にしているから、液状アルミの温度はそのままだ。あとはこの金属タイルまで流れてくれば、熱交換が起きてアルミの温度が下がり、固体化するというわけだ。固体化したアルミはここの自動掃除機が回収して、下の冷却部屋で安全な温度まで冷やしてから外に排出される。これで無限にアルミニウムを活用できるようになるぜ。実際に仕組みが動いているところを見てみたいよ。アルミが金属タイルにこぼれ落ちる前に噴火がやんじまった。ご視聴ありがとうございました。アルミ火山先生の次回作にご期待ください。まあ金属火山は噴出量が少ないからしゃあない。さらにもう2回噴火した後に、ようやくアルミが金属タイルに届くようになったぜ。ちゃんと固体になってるし、掃除機にも回収されているね。うまく動作しているようだから、今後はこのモデルの施設を使って金属火山を活用していこう。一方、ペトロイラでは原油の水位が換価できないほど高くなってきたぜ。どんだけ原油の消費量が低いんだ。これはいい加減対策を取らないとダメだな。ここは無限液体貯蔵庫を作ってみるか。無限液体貯蔵庫、無限気体貯蔵庫の親戚かな。原理は無限気体貯蔵庫と同じだ。無限気体貯蔵庫は液体の圧力を利用して、気体を何百キロも放出させている。無限液体貯蔵庫は、逆に気体の圧力を利用して、無限に液体を排水させる仕組みだ。気体は液体よりも圧力が低いから、無限気体貯蔵庫よりも簡単に作れそうだね。だがタイルが圧力に耐えられるか心配だけどな。水圧で岩盤が砕けるシーンは過去に何回か見たことあるし、そこはタイルを二重にするとかして工夫したら、まあ壊れても、もともと原油だらけの空間だしいいか。というわけで裏で建設を進めておくぜ。裏で建設してばっかりだね。まあ、液体燃料製造所の方はもうできたがな。ほんとだ。ちゃんと形になっているね。だがこれでも完成まで半分程度だ。液体パイプは敷設したが、気体用パイプの設置がまだ全然だからな。まだ酸素と水素を送ることができないのか。まあ、急いでやることじゃないし、じっくりやっていこうと思うぜ。それじゃあ今日のメイン任務に移ろうか。何をするの？発見したまままだ降り立ってもいない惑星があったろ。強度に覆われた惑星レゴルリンだね。今回はこの惑星の調査を行いたい。データを見る限り大したものがある惑星とは思えないけど、フリーズエルで時間の裂け目オープナーが出てきたように、惑星の概要には載っていないものがあるかもしれないだろ。ひょっとしたら貴重なアイテムや重要な施設が見つかるかもしれないぜ。デボルリンは隕石が降り注ぐ惑星だ。調査はスピーディに行いたい。だから先発隊モジュールとローバーモジュールを装備して、すぐにロケットが着陸できるようにするぜ。往復の手間がかからなくていいね。だがその2つを一度に搭載するスペースはないので、機体資源タンクを解体してやるぜ。これでローバーモジュールと先発隊モジュールを同時に搭載することができる。あれ、なんか酸素が無酸してない？うわ、本当だ。タンクを解体すると中の資源はボンベに詰められて排出されると思っていたのに。というか住居モジュールを解体した時は、中の資源が全部出てきたからそのイメージが残っていた。さすがに住居モジュールの中の資源が全部消失したら切れるわ。まあタンクの中には3分の1ほどしか溜まっていなかったし、ダメージは少なかったと考えよう。次からは気をつけないとね。先発隊モジュールとローバーモジュールの搭載が完了。これでいつでもレボルリンに行けるぜ。酸素は浴槽を使って生産することにしているよ。浴槽は7トン積んでおけば十分かな。まあどのくらい向こうに滞在するかわからないし、多めに持って行っておくか。デボルリンの調査には私とレイムが行くぜ。マリサが来るとは珍しい。今のところカード2の拡張工事の予定はないからな。それにレボルリンが領土に覆われた惑星なら、採掘が得意な私が行った方が調査がスムーズに進むだろ。領土は自重で落下してくるから、生き埋めにならないように採掘していこう。さて、デボルリンに向かって飛び出したはいいが、酸素タンクを解体したのでアトモスーツに酸素が供給できていない。このままじゃアトモスーツを使えないよ。だったらこの空間の酸素をアトモスーツに送ってやればいい。ミニ吸気ポンプを作って、アトモスーツドッグと繋げてやったぜ。お、酸素がいってるいってる。この高い位置ならミニ吸気ポンプが二酸化炭素を吸い込む心配もない。安心して放置できるぜ。あとはレボルリンに着くまでまったりしておこう。私たちが宇宙にいる間、カード2で進展があったぜ。火山から出るマグマの熱を遮断するために真空空間を作るという話が出ていたが、その準備がついに整ったぜ。ここでもビスコゲルが活躍しているね。それじゃあスイッチオン。って、なぜ吸気ポンプが動かん？あ、よく見ると変圧器に電線が繋がってなかったわ。もう、しっかりしてよ。さて、電線を繋いだことで、吸気ポンプが稼働したぜ。これで真空の層ができるから、マグマの熱が周囲に伝わらないね。マグマを活用するなら真空空間は必須だな。さて、すべての機体が抜けるまで時間がかかるだろうから、待ち時間を使って微妙に残っている鉄鉱石や花崗岩の地層を掘るか。黒曜石以外の鉱石はマグマに飲まれると溶解しちゃうからね。マグマを流す前に採掘して片付けちゃおう。それじゃあカード2にいるみんなにガシガシ採掘してもらおう。あ、黒曜石のところにスキル不足のマークが出ているぜ。本当だ。黒曜石はずっと私が掘っていたから問題なかったが、今は私が留守にしているからな。特定の人がいないと仕事が進まないなんて零細企業みたいだ。まあコロニーは広がったが、そこにいる人間の数は零細企業並みに少ないからな。当コロニーは少数精鋭で運営しております。というか資源の量的に少数精鋭にならざるを得ないんだぜ。私の代わりに誰かに超強硬質採掘のスキルを覚えてもらうか。できるだけ取得スキルの少ないやつを選ぼう。みんな色々覚えているね。おいおいおい、小手氏のやつ研究系のスキルしか覚えてないじゃないか。研究はもうとっくに終わっているよ。小手氏も採掘に興味があるみたいだから、こいつを新たに採掘班に迎え入れるか。超強硬質採掘のスキルを取得させて、私の代わりに黒曜石を採掘してもらうぜ。さあ小鉄よ、早速現場に向かうのだ。あ、マリサ、ロケットがレボルリン軌道上に到着したよ。それじゃあレボルリンの様子を見てみよう。事前情報とたがわぬ領土惑星だ。見渡す限り、領土がいつの間にか土壌になっているぞ。まあいい。着陸ポイントを探そう。領土のせいで平らな場所が非常に少ない。降り立てる場所は少ないな。なるべく採掘がしやすいところに降りたいね。いい感じのくぼ地を見つけたから、そこに降りることにしたぜ。この周囲を整地してロケット発射台を建設しよう。あ、マリサ、左の方に遺跡が見えるよ。ほう、ここにも遺跡があったか。後で確認しておくか。それと領土の下は寒冷地帯になっているようだね。あとニュートロニウムの層が見えたな。どうやらこの星の地底はすぐ下の寒冷地帯らしい。もうこの星を構成しているのほぼ領土じゃん。金属鉱石もいくらかあるが、思った以上に領土ばかりだな。領土はろ過素材に使えるけど、別に今はろ過素材に困っているわけじゃないから需要はないね。まあ掘り進めていけば何か見つかるかもしれない。ローバーモジュールを投下して採掘を続けよう。ローバー君6号、レゴルリンに舞い降りる。6号機まで作っているけど、これがローバー君と初めての共同作業だね。まあ今まではローバー君に石膏石な役割を任せていたからな。今回は隕石のこともあって短期調査を行いたいから一緒に作業をするぜ。あ、グリグリネズミがいるじゃないの。領土あるところグリグリネズミありだな。グリグリネズミからはお肉がたくさん取れる。森くんのご飯にすればさらに大量のレジンをゲットできそうだ。言うのは簡単だけど、グリグリネズミを育ててそれを森くんのところに飛ばすまでがむちゃくちゃ大変そう。ロケット発射台を建設したから霊夢も降りてきてくれ。それにそろそろ1日の終わりが近づいてきたから、ロケットを下ろしてはしごをかけないと、私が野宿することになっちまうぜ。わかったよ。すぐにロケットを降下させるね。しかしここの領土、うず高く積もっているなぁ。上からどんどん領土が落ちてくるから、ちょっと水平方向に掘り進むだけでも大変だぜ。よーし、ロケット発射台と天井までの距離は十分あるね。それじゃあロケットを着陸させるよ。あ、やばい。これロケット発射台の周囲が閉ざされているから、高温の二酸化炭素がここらに充満するんじゃないか。今さら着陸は止められないよ。うわ、案の定、着陸と同時に二酸化炭素が漂い始めた。これはロケット発射台は宇宙空間が暴露している場所に作るべきだったな。うお、あちち、二酸化炭素がこっちに流れてきた。少しでも距離を取って二酸化炭素をかわそう。ふう、なんとかやけどすることもなく住居モジュールに続くはしごを作ることができたな。後の採掘はローバー君に任せて今日は寝るとするか。寝ている間に仕事が進んでいるというのは素晴らしいね。翌日、私は遺跡の探索に向かったよ。何があるかな？神経シャッフルマシンと、旧時代の遺物だね。え、本当にこれだけ？カード2から遠いところにある惑星だから、何か特別なものがあると思ったんだが、本当に何もない辺境の惑星じゃん。辺境にある星が本当にただの寂れた場所というのも斬新だな。どこかに魔王を倒す伝説の剣が領土に埋まっていないのか。そもそも魔王なんていないだろ。神経シャッフルマシンは霊夢に使うことにしたぜ。酸素の消費量を減らすディープダイバーの牌を取得したよ。ここの神経シャッフルマシンはもう使うことはないな。この神経シャッフルマシンを使うなら、シュラブエルにある神経シャッフルマシンを再充電するよね。ローバーモジュールと先発隊モジュールはもう必要ないから解体しておくぜ。これでキロは素早く帰れ。って、空に不穏なものが乱れ飛んでいるよ。ついに隕石が降ってきたか。うわ、この爆撃を受けるような感覚、久しぶりだよ。笑っている場合か。おい、真上から隕石が来てるぞ。ロケット直撃コースだ。でもロケットは傷ついていないよ。あ、ロケット発射台はダメージを受けるのね。発射台って壊れても離着陸できるのかな？さあな、経験したことないからわからないぜ。あ、ローバー君、危なーい。うわ、ローバー君が隕石に吹っ飛ばされた。そしてなんかその場でぴょんぴょん飛び跳ね始めた。ああ、ローバーがぴょんぴょんするんじゃー。言うとる場合か。どうやら隕石直撃のショックでおかしくなってしまったようだ。ローバー君はこれ以上開拓戦力にはならないだろう。まだバッテリーがたくさん残っているのにもったいない。ローバー君は一応動いてくれたけど、別の場所で相変わらず飛び跳ねているよ。おかげで私とマリサだけで作業をする羽目に。って、マリサはどこ？なんでロケットが発射しているの？悪いな霊夢。マリサ、まさか私を置き去りにするつもりなのか。この裏切り者を、呪ってやる。違う。この場所じゃ二酸化炭素が充満するから、ロケット発射台の位置を上にずらしてほしいんだぜ。上の方まではしごが伸びているだろ。悪いがそこに新しく発射台を作ってくれ。事前にちゃんと説明してよ。心臓に悪い。はい、ロケット発射台を建設し直したよ。よし、その位置ならば二酸化炭素を宇宙に逃がすことができるな。それじゃあ着陸するぜ。発射台の位置を変えるためにロケットを動かしているけど、帰りの分の燃料は大丈夫なの？1マスたりとも寄り道しなかったら足りるぜ。つまり超ギリギリってことですね。それじゃあ規定に降りていこう。ウィーズボートがあるね。ウィーズボートは貴重な放射線源だから、ぜひ全て持ち帰りたいところだな。ウィーズボートはもはや空間冷却というより、放射線を手に入れるために植えているようなものだね。ああ、最初の頃は放射線がこれほど重要になるとは思ってなかったな。それとマリサ、何か忘れてない？何かって、なんだよ。私もはっきりとは思い出せてないけど、何か作っていたような。そんなものがあるわけ？あったわ。無限液体貯蔵庫のことを完全に忘れてたわ。排水口のところは気体がないといけないのに、圧力限界に達するまで原油が入っているじゃないか。まあこんだけ放置するほど私たちの中では重要度が低いというわけだ。というか、今は2つある油性のうち1つを停止させて原油の産出量をセーブしているから、そのうち原油の水位が下がっていくんじゃないかと思っているぜ。わざわざ無限液体貯蔵庫を作る必要はなさそうですね。まあせっかくここまで作ったんだから最後まで仕上げてみたぜ。液体がどんどん入っていくね。強度の面で不安が残るが、これで様子を見てみるか。レボルリンの探索は半分程度進んだぜ。ここに間欠泉があるね。蒸気噴出口か。水資源だが水蒸気だとちょっと扱いにくいな。普通の蒸気噴出口は、水にするには冷やさないとダメだし、蒸気タービンを動かすには温度が低すぎるのが扱いづらいところだよ。やっぱりこの星で一番嬉しい収穫はウィーズボートだな。レボルリンでは全部で5本のウィーズボートを回収できたよ。また V 字型に植えてラッドボルトの供給源にできるな。そしてもう一つ間欠泉が見つかったよ。こっちは加熱蒸気噴出口。500度の蒸気を噴出するぜ。500度の蒸気ならそのまま蒸気タービンに使えるね。で、レボルリンをくまなく探索した結果がこれだ。本当にロードメインの惑星だね。蒸気噴出口という水系の間欠泉はあるものの、旨味がほぼないな。今まで以上に水が必要にならない限り、この惑星を開拓する意味はないだろう。隕石も降っている関係で隕石対策も必須になるからね。投資する時間と労力に対してリターンが少なすぎると思うよ。さて、帰るか。ウィーズボートが手に入ったから、次回はこれをリークエラに植えて、レジンをもっと頻繁に輸送できるようにするぜ。今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は下の丸いアイコンから、高評価もよろしくだぜ。